本日はバイオリンの指板を短くします。なぜ指板を短くするのかということなんですけれども、このバイオリンは、バロック時代にもともと製作されたバイオリンを、現代のバイオリンの仕様に、一度誰かの手によって作り直されて、それを、まあ、元の姿になるべく戻そうという、うん、今日はそういう目的で、はい、で指板っていうのは、このバイオリンのこの黒いここのね部分で、はい、今だいたいこのここまで指板が来てますけれども、うん、まあ、バロック時代だったらもっとこれがね短かったので、うん、まあ、この辺まで、はい、バスッと切って指板が、その新しいバイオリンというか、その最近になるに従って指板が長くなったのには理由があって、まずいろんな曲で、バイオリンの高い音をどんどんこう要求されるようになっていったんですね、うん、となので、それに従って、つまりこれ指板って、まあ、指の板と書いて指板なんですけど、英語で言うとフィンガーボード、うん、で、ここを押さえることによってこう、バイオリンの音をこう、ここでピッチを作ってるんですけれども、こう上の方にこう近づくほど音が高くなるっていう風になってます。なので、昔の曲は、まあ、例えばこの辺までの音が使えればよかったのが、だんだんこう時代が進むにつれてこういうところとかこういうところの音が求められるようになっていって、うんうん、その結果指板がこう長い指板が必要になっていって必要っていうことですね、うん、指板を切った時に音がどう変わるか、うん、まあ、まず変わるのかどうか、そう、まず変わるのか、変わるのかどうか、それからやっぱ変わった時にどんな風に変わるのかということを、うん、まあ、実験してみようという。指板もやっぱりこう当時の短いものにこう戻していけば、うん、だんだん余計なものがなくなってきたりとか、あの軽くなっていく、部品が軽くなっていく、うん、そう、ね、だからそれで響きが変わっていくのではないかなとこう、まあ、予想してるだけで、ね、まあ、実際どうなるかね、うん、はい、うん、じゃまずこの状態で一回ちょっと弾いてもらおう、うん、弦を外して、駒を外します。全体を徐々に緩めないと、急に駒が倒れて、楽器を傷つける恐れがあるので注意しましょう。はい。もう駒取れましたね。はい、駒取りました。はい、弦も一本ずつ外していきます。はい、これで全部の弦を外して、はい、こういう状態です。切る長さは、ここから 25mm、2.5cm のところを切っていくので、そこに印をつけます。で、こう指板ってこういうふうにカーブしてるので、これで。こういうふうにカーブしてます。はい。横から見るとこんな感じです。
った？いや、大丈夫。大丈夫。印がつきました。はい、こんな感じです。で、この、ノコギリで、ノコギリ。切っていくんですけれども、ここ、このまま切るとね、ボディを傷つけたら怖いので、これを引いて、安全に、切っていきます。なかなか見ない光景ですね。芝にノコギリを入れるっていうのはね。はい、今こういう感じです。うん、で、同じ方向から切ってると、結局ノコギリってうん、どっちかに曲がる性格があるんで。なるほど。はい、ここで一回方向転換します。はい、続きやっていきます。だいぶいい感じに切れてきました。よし、切れた。切れました。断面こんな感じです。はい。あ、ノコギリの刃の跡がついてますね。うん、うん、まあでも、うん、結構いい、よくいったね。うん。うん、ちょっと艶っぽくなったね。はい、はい、断面こういう感じです、うん。こっち切れた。はい、切れました。はい、はい、これのみです。これですね、はい、はい、さっきこの印つけるのに使った彫刻刀みたいなやつですね、はい、そう、うん、断面をきれいにしていきます。はい、切った指板の角をヤスリで少しきれいにしていきます。ひびが入らないようにヤスリの方向に気をつけながら角を丸くしていきます。はい、では無事指板が切れたので弦を元に戻していきます。はい、この位置に気をつけながら。ペグボックスの中で遠いところの位置にある方を先にやるってこと？これって。いや別に、ただまあ真ん中から定めていきたいだけ。その、ああ、なるほどね。そっか、そっか。そう、はい、こんな感じになりました。はい、うん、いいですね。
硬くなった。そうね。あの、うんうん、音の張りが、うん、張りが出る。うんうんうん。ということで本日は指板を、はい、切りました。まあこれを使ってまた今後ねいろいろ演奏していきたいと思います。うん、でまあまた何かいろいろ気がついたこととかあったらこれからお話していきたいと。うんうん